さて今日はですね、旭川、そして富良野、そして帯広とやってきたんですけれども、本来の目的は実は今日帯広でございまして、久しぶりに食べたいものがあったんです。で、帯広駅の、ロータリーを出ました。そしてぐるーっとこちら向かい側をもう挟みまして、道路を挟みまして、こちらちょっと望遠かけます。豚丼と書いてあるお店があると思うんですけれども、豚丼のパンチョーさん、帯広じゃかなり有名なお店で、支店は絶対出さないことで有名なお店なんです。もともと昭和8年か9年、だから1935年ぐらいだったかな、からなんか食堂を始めて、で終戦直後に、ぐらいだったかな、だいたい終戦直後だから昭和30年だからぐらいに、豚丼専門のお店として始めまして、初代のね、安倍修二さんだから、そんなの方だったんですけどね。で、これ、松茸梅ってあるんですけれども、普通だったら松茸梅の順番でグレードダウンしていくじゃないですか。ただ、ここは、梅竹松なんですよね。梅竹松、梅が一番いいクラスなんです。今はもうちょっと上のクラスがあったんですけれども、これなんでかなと申しますと、その初代の安倍さんの奥様のお名前が安倍梅さんというふうに申しまして、何年か前に亡くなったんですけどね。で、その安倍梅さんのにリスペクトして梅を最上級にしたという、そういうことなんです。じゃあちょっと班長さんに行かせていただきましょう。入ります。開店が11時、閉店が19時、お休みが毎週月曜第1第3、月火は連休でございます。ベビーカー持ってこないです。本当に広い店じゃないんでね、入りたいと思います。これがメニューで、これだけなんです。本当シンプルなんですけれども、松からお肉の数が、ですね、4枚5枚6枚8枚とかな、で枚数で測ってるんです。で、私そんなに、これが食べたくてわざわざ帯広遠回りしてきたんですので、今日はこの花と、そしてなめこ汁、これとこれで1500円の割と安いんですけれども、これをいただいていこうかなと思います。豚丼がやってまいりました。このお肉がこの丼の蓋にくっつくことがあるので気をつけてくださいと言われまして、なめこ汁が来ましたね。なめこが浮いてこないというのがあるんですけども、そしてこちら、この日のために何年待ったかという感じなので、思い切って一番高いのにしました。ではこちらの方をいただきながら、いや本当に数年ぶり、ここの本当豚丼本当に美味しいんで、私めったに美味しいと言われて本当に美味しいんで、ここの、じゃあ冷める前にいただきたいと思います。まさかのこの黒電話、班長さんこれ未だに現役で使ってるそうです。すっごく美味しかったです。久しぶりに食べた、すごく良かったです。本当にここはもうお世辞抜きで私絶対おすすめするお店なので、ただやっぱり美味しいだけあってものすごく混みますし、で本当に個人経営で他に絶対お店出さないというそういう主義、初代から貫いてますので、そこだけは覚悟していただければなと思います。値段は高くても多分2000円で落ちてくるんじゃないかなと思うので、一人当たりだからそんなにそんなに構えなくても大丈夫だと思います。だからこれもともと豚丼にしたのはごめんなさい、もともと豚丼にしたのは、十勝の食料事情、終戦直後の食料事情で、じゃあこの帯広の土地で、じゃあこう安くてそれなりに美味しくて栄養のあるものは何かないだろうかという、その初代の安倍修二さんだったかなが、考えた結果、じゃあ十勝は豚が多いから豚肉にしようと、発想としては室蘭焼き鳥が豚肉になっているのと同じようなもんだと思うんですけれども、とにかく養豚業がもう盛んだったので、豚は安く手に入るし栄養はあるしお腹はいっぱいになるしということで、なのでその豚丼が、広まったというそういう経緯はあります。いやでも本当美味しいんです、ここのお店は。で、さっきもちょっとどういう編集になるか分かんないですけれどもまさか黒電話が未だに現役で働いてるというのは、これはびっくりしました。これはもうなんか
いや、いいお店です、本当にいいお店なので、ぜひ帯広に来たらまず北口に出てここのパン長の豚丼をいただく、これが一番だと思います。でそれで時間がですね、今6時23、4分ぐらいだと思います。もう帰るだけなんですけれども、ちょっと待ってくださいね、7時20何分だったような気がするんですよね。だからまあ7時ぐらいには帯広駅に戻って行こうかなと思います。という私は今、西2条南10丁目、まあ、帯広駅前通りのようなもの歩いてますけれども、まあ、歩いてて特に深い意味はないんですよね。まあ、朝は旭川駅の、まあ、今駅の方向に戻ってますけれども、旭川駅の買い物公園、あの通り歩きまして、で今日は帯広は帯広でこう夕方に駅前通りのようなもの、名前がちょっと分かんないんですけれども、歩いてるという感じです。まあ、歩いてればなんかいろんなもの見つかると思いますしね、旭川もそうでしたし、富良野もそうでしたし、あ、なんかいいのありましたよ、ね、花いっぱい運動2014、花いっぱい運動2014平原通りは、地域住民なんとかかんとかって書いてますけれども、ここ平原通りっていうんですね。で平原通りの、8丁目から11丁目この辺だから、まあ、帯広駅あたりまでってことですね。ここからずっと伸びてここまでの4丁角に、まあ、街路樹にあの花とか植えて、あのとても花をいっぱい咲かせましょうという、そういうものだそうです。まあ、ちょっと春先なんでね、今あんまり咲いてないですけれども。でここの謎の空き地は何でしょう。なんかあの更地になってるんですけど、この帯広駅前のこのだだっ広いこの平原のところに何か広げてるんですが、公園かなんかですかね。ただこっからなんか砂利の質が違うんで、なんだろうなんか立ってたのを更地にしたような気がしかしないですし、昔からこうだったかな。あそこに看板あるわ、看板あるんでちょっと見てみましょうか。駅北多目的広場利用案内って書いてあるんで、そういうものなんですね。こちら駅北多目的広場利用案内ということで、まあ、帯広市が管轄してるみたいですけど、商業まちづくり課市役所の中へだそうです。で営利非営利を問わずさまざまなイベント発表の場としてご活用いただけます。で、3ヶ月前から受付ができます。で電話でも大丈夫ですよというふうに書いてます。それからそうですね、まあ、有料なので、まあ、そこはお金使ってくれって、お金払ってくれというふうになってますけども、でも何かとなんか便利そうな気がしますね。これいつ頃からあるんでしょう、夢の北広場について10周年だけれど、いつから数えて10周年かなという、なんかこの駅前の本当に駅渡ったら駅みたいな、駅ロータリーみたいなところにのすぐのところにこんな広場があるっていうのは、なかなか贅沢なビルも建てれば儲かるんだろうけれど、税金もガッポガッポと入るんだろうけれども、非常にこの贅沢な使い方をしているのはやっぱり北海道のテイストじゃないかなと思います。本当ここです、ロータリーあってここで、本当にここなんですよね。で公園がでもちょこちょこありますね。駅前に南公園があって、しかも中央公園が中央にあって、あそして、帯広の町の語源なんですけれども、ちょっとせっかくなら使わせていただきましょう。この帯広川がこれもうちょっと行くと薩内川っていうところと合流するんです。でこの帯広川 が薩内川と合流するところ、ま、ここが、結構幾重にもこう枝分かれして流れているそういう地帯なんですけれども、それを幾重にも、避けてる、あこれ2回繰り返すんですけどね、避けてるところっていう意味の、オペレペレケプっていう、そのオペレのところを取って帯、そして、この十勝平野の広さを表す言葉で広で、オペレペレケプのオペと、それから、広いという広、だからアイヌ語と日本語を合わせて帯広というふうな名前が付けられたというのがことの始まりだそうですというのをちょっと確認しました先ほど。こちらの帯広駅は1905年に最初、帯広釧路間が開業した時にできたのかったかな、違うな、なんか1905年に開業していますということです。で、まあ、最盛期は、先ほどあの幸福駅がある広尾線の話もしましたけれども、あと志幌線っていうのと、それから、地方高原鉄道池田北見を結ぶあの地北線っていうのが昔あったんですけれども、そこの、まあ、4路線の、ターミナル駅として発展していったということだそうです。で、
このような今のスタイル効果の形になったのは1996年の11月24日、まあ、あのこの辺立体交差連続事業とかそういうの、まあ、街でよくやりますよね。やっぱり踏切だといろいろと交通に支障が出るので、だからもう21年ぐらい経ってるかなという感じです。だから旭川とかそれからノッポロもありましたね。ノッポロよりは新しくない、あ、古い。ただ、千歳駅とか新札幌駅とかよりはまあ古いかなという感じです。で、北海道内で初めて高架で駅できたのがなんか新札幌駅だというのは聞いたことありますけれども、これがまあ帯広駅北口ですね。で、本当ちょっと寒くなってきて、あと1時間弱になりましたけれども、まあ、なんかもう、まあ、豚丼の余韻がすっごく残っていいです。でタクシー乗り場、そして向こうバスターミナル、あります。バスの案内ですね。ではじゃあこちら駅のコンコースを通って今度は反対側、南口の方ちょっと見てみましょうか。